大臣の記者会見を行います。はじめに総理から発言がございます。皆様の質疑はその後からその後でお受け付けしたいと思います。それでは総理よろしくお願いいたします。いかなる事態にあっても国民の命と平和な暮らしは守り抜いていく、内閣総理大臣である私にはその大きな責任があります。その覚悟のもと、本日新しい安全保障法制の整備のための基本方針を閣議決定いたしました。自民党公明党の連立与党が濃密な協議を積み重ねてきた結果です。協議に携わったすべての方々の高い使命感と責任感に心から敬意を表する次第であります。集団的自衛権が現行憲法の下で認められるのか、そうした抽象的観念的な理論ではありません。現実に起こり得る事態において、国民の命と平和な暮らしを守るため、現行憲法の下で何をなすべきかという議論であります。例えば海外で突然紛争が発生し、そこから逃げようとする日本人を同盟国であり能力を有する米国が救助を輸送しているとき、日本近海において攻撃を受けるかもしれない。我が国自身への攻撃ではありません。しかしそれでも日本人の命を守るため、自衛隊が米国の船を守る、それをできるようにするのが今回の閣議決定です。人々の幸せを願って作られた日本国憲法がこうしたときに、国民の命を守る責任を放棄せよと言っているとは私にはどうしても思えません。この思いを与党の皆さんと共有し決定いたしました。ただし仮にそうした行動を取る場合であっても、それは他に手段がないときに限られ、かつ必要最小限度でなければなりません。現行の憲法解釈の基本的考え方は今回の閣議決定においても何ら変わることはありません。海外派兵は一般に許されないという従来からの原則も全く変わりません。自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことはこれからも決してありません。外国を守るために日本が戦争に巻き込まれるという誤解があります。しかしそのようなこともありえない。日本国憲法が許すのはあくまで我が国の存立を全うし国民を守るための自衛の措置だけです。外国の防衛それ自体を目的とする武力行使は今後とも行えません。むしろ万全の備えをすること自体が日本に戦争を仕掛けようとする企みをくじく大きな力を持っている、これが抑止力です。今回の閣議決定によって日本が戦争に巻き込まれる恐れは一層なくなっていく、そう考えています。日本が再び戦争をする国になるというようなことは断じてありえない。今一度そのことをはっきりと申し上げたいと思います。二度と戦争の惨禍を繰り返してはならない、その痛切な反省のもとに我が国は戦後70年近く一貫して平和国家としての道を
歩んできました。しかしそれは平和国家という言葉を唱えるだけで実現したものではありません。自衛隊の創設、日米安保条約の改定、そして国連 PKO への参加、国際社会の変化と向き合い果敢に行動してきた先人たちの努力の結果である、私はそう考えます。憲法制定当初、我が国は自衛権の発動としての戦争も放棄したという議論がありました。しかし吉田総理は東西冷戦が激しさを増すと自らの手で自衛隊を創設しました。その後の自衛隊が国民の命と暮らしを守るためいかに大きな役割を果たしてきたかは言うまでもありません。1960年には日米安全保障条約を改定しました。当時戦争に巻き込まれるという批判が随分ありました。まさに批判の中心はその論点であったと言ってもいいでしょう。強化された日米同盟は抑止力として長年にわたって日本とこの地域の平和に大きく貢献してきました。冷戦が終結し地域紛争が多発する中、国連 PKO への自衛隊参加に道を開きました。当時も戦争への道だと批判されました。しかしカンボジアで、モザンビークで、そして南スーダンで自衛隊の活動は世界の平和に大きく貢献し感謝され高く評価されています。これまでも私たち日本人は時代の変化に対応しながら憲法が掲げる平和主義の理念の下で最善を尽くし外交安全保障政策の見直しを行ってまいりました。決断には批判が伴います。しかし批判を恐れず私たちの平和への願いを責任ある行動へと移してきたことが平和国家日本を作り上げてきた、そのことは間違いありません。平和国家としての日本の歩みはこれからも決して変わることはありません。むしろその歩みをさらに力強いものとする、そのための決断こそが今回の閣議決定であります。日本を取り巻く世界情勢は一層厳しさを増しています。あらゆる事態を想定して国民の命と平和な暮らしを守るため切れ目のない安全保障法制を整備する必要があります。もとよりそうした事態が起きないことが最善であることは言うまでもありません。だからこそ世界の平和と安定のため日本はこれまで以上に貢献していきます。さらにいかなる紛争も力ではなく国際法に基づき外交的に解決すべきである。私は法の支配の重要性を国際社会に対して繰り返し訴えてきました。その上での万が一の備えです。そしてこの備えこそが万が一を起こさないようにする大きな力になると考えます。今回の閣議決定を踏まえ関連法案の作成チームを立ち上げ国民の命と平和な暮らしを守るため直ちに作業を開始したいと考えています。十分な検討を行い準備ができ次第国会に法案を提出しご審議いただきたいと考えています。私たちの平和は人から与えられるものではない、私たち自身で築き上げるほかに道はありません。私は今後とも丁寧に説明を行いながら国民の皆様の
理解を得る努力を続けてまいります。そして国民の皆様と共に前に進んでいきたいと考えています。私からは以上であります。それでは皆様からの質問をお受けいたします。ご希望される方は挙手を願います。私の方から指名いたしますので、所属とお名前を明らかにされた上で質問をお願いいたします。最初に幹事社からお願いをしたいと思います。どうぞ。北海道新聞の宇野と申します。今回閣議決定した内容については、日本への攻撃の抑止力を高めるという見方がある一方、武力行使要件として国民の生命などが根底から覆される明白な危険がある場合とするなど、抽象的な表現にとどまった感があります。これでは時の政権の判断でいかようにでも解釈拡大解釈でき、明確な歯止めにならないとの指摘もありますが、総理はいかがお考えするでしょうか。また自衛隊の活動については、世界の警察官としての役割を果たそうとしないアメリカに、尖閣諸島をはじめ東アジア地域で求められる役割のより適切な実行を促すとの期待がある一方、隊員が戦闘に巻き込まれ血を流す可能性がこれまで以上に高まる可能性も指摘されています。総理はこの点をどうお考えでしょうか。今回の審査要件も、今までの参要件と基本的な考え方はほとんど同じと言っていいと思います。そしてそれが武力行使の条件であったわけでありますが、今回審査要件としたところでありますが、繰り返しになりますが、基本的な考え方はほとんど変わっていない、表現もほとんど変わっていないと言ってもいいと思います。今回の閣議決定は現実に起こり得る事態において国民の命と平和な暮らしを守ることを目的としたものであります。武力行使が許されるのは、自衛のための必要最小限度でなければならない。このような従来の憲法解釈の基本的考え方は、何ら変わるところはありません。したがって、憲法の規範性を何ら変更するものではなく、審査要件は、憲法上の明確な歯止めとなっています。またこの閣議決定で集団的自衛権が行使できるようになるわけではありません。国内法の整備が必要であり、改めて国会のご審議をいただくことになります。これに加えまして、実際の行使にあたっても個別的自衛権の場合と同様、国会承認を求める考えであります。民主主義国家である我が国としては、慎重の上にも慎重に慎重を期して判断をしていくことは当然だろうと思います。今時閣議決定を受けて、あらゆる事態に対処できる法整備を進めることによりまして、隙間のない対応が可能となり、抑止力が強化されます。我が国の平和と安全を、そのことによって抑止力が強化されたことによってですね、一層確かなものにすることができると考えています。それでは幹事社、もう一社ですか。はい、どうぞ。フジテレビの西垣と申します。よろしくお願いいたします。北朝鮮問題についてお伺いいたします。本日北京で日朝局長級協議が行われました。北朝鮮による特別委員会につきまして、拉致被害者の方を含めですね、包括的全面的な調査を行う、この実効性の担保というのがどのようになされているのか、また日本のですね、独自の制裁解除に値するものになるのかどうか、総理のご認識をお願いいたします。また合わせまして、韓国のユン・ビョンセ外相がですね、30日に韓国の国会の方でですね、答弁で、日本のその制裁解除を含む拉致問題解決に向けたその交渉がですね、核問題についての日米韓の協調に影響を与えているのではないかとの認識を示されていますが、総理のお考えはいかがでしょうか。日朝政府間協議については、現在も北京において、開催されている最中であります。私としては代表団が帰国後に、北朝鮮側のですね、特別調査委員会に関する説明についてきちんと報告を受けた後に、しっかりと見極め、
適切に判断をしていく考えであります。現時点で今後の対応についてお答えすることは適切ではないと思います。日朝関係を含めですね、北朝鮮をめぐる問題については平素から米国や韓国と緊密に連携を取ってきています。我が国としては今後も引き続き連携していく考えでありまして、日朝政府間協議の開催によって日米韓の連携に悪影響が出ることはないと考えています。それではこれから幹事社以外の方のご質問をお受けいたしますので、挙手をお願いします。それでは真ん中の女性の、はいはいはい、今回の集団的自衛権を導入するという決定は、日本の国防政策の大きな転換になると思います。それによって総理は今後日本をどのような国にするというふうにしましょうか。これがいわゆる普通の国民になるということなんでしょうか。それから抑止力を高め、発想の国際貢献ができる、そういう国になるということは、また平和を守るためには、もしかすると、犠牲を伴うかもしれないという可能性もあるかもしれないんですが、国民はどのような覚悟を持つ必要があるんでしょうか。そして、今回の決定について、どうするかというのは、私たちの政策に変化があるんでしょうか。今回の閣議決定は、我が国を取り巻く安全保障環境がますます厳しさを増す中、国民の命と平和な暮らしを守るために何をなすべきかとの観点から、新たな安全保障法制の整備のための基本方針を示すものであります。これによってですね、抑止力の向上と地域及び国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献していくことを通じて、我が国の平和と安全を一層確かなものにしていくことができると考えています。憲法が掲げる平和主義、これからも守り抜いていきます。日本が戦後一貫して歩んできた平和国家としての歩みは、今後も決して変わることはありません。今回の閣議決定は、むしろその歩みをさらに力強いものにしていくと考えています。また今回閣議決定をいたしました基本的な考え方、積極的平和主義につきましては、私は首脳会談のたびに説明をしています。そしてそれを簡単にした説明書、これは英語やフランス語やスペイン語やポルトガル語やですね、さまざまな言葉に訳したものを私をし、多くの国々から理解を得ていると承知をしております。また自衛隊の皆さんはですね、今この瞬間においても、例えばソマリア沖で海賊対処行動を行っています。あるいは東シナ海の上空において、また海上においてさまざまな任務を担って活動をしているわけでありますが、それぞれ時には危険が伴う任務である中において、国民の命を守るために彼らはその任務を粛々と果たしているわけでありまして、私は彼らに感謝をし、そして彼らのこの勇気ある活動に敬意を表したい。彼らは私の誇りであります。今後ともですね、彼らは日本の国民を守るために、命を守るために活動していただけると確信をしております。はい、それでは次の方。総理、毎日新聞の竹島です。先ほどご発言で、その関連法案の作業チームを立ち上げたいというお話であったんですが、今回示された基本方針が、やはり国会でどのように議論されていくのかというのは、国民の関心もかなり大きいと思います。グレーゾーン、国際協力、集団的自衛権、この3つについてどのようなスケジュールで法改正に臨まれるお考えでしょうか。
法改正については、直ちに取り組んでいく必要があると思います。今回の閣議決定において、今おっしゃったようにグレーゾーンにおいて、あるいは集団的自衛権において、あるいは集団安全保障において、自衛隊が活動できるようになるわけではありません。そのための法整備、先ほど申し上げましたように、スタートしていくわけでありますが、この法整備についても与党とよくスケジュールも含めて連絡をして緊密な連携をしていきたいとこう思っております。今の段階ではですね、いつまでにとかいうことについてはまだこれはスタートこれからスタートするところでありますから、まだ申し上げる状況ではないと思います。はい、それでは次の質問をお受けしますが、時間の関係でこれ最後に。日本テレビの竹内です。そもそもなんですけれども、この集団的自衛権の問題というものに総理がこう問題意識を持って取り組もうと思った、その何かきっかけとか原点みたいなものは何でしょうか。それをお聞かせください。小泉政権時代ですね、いわゆる有事法制あるいは国民保護法の制定を行ったわけでありますが、当時私は官房副長官でありました。あの時改めてですね、戦後60年近く経つ中において、60年経つ中においてですね、そうした日本の独立そして国民の命を守るための法制には不備があるという現実と向き合うことになりました。その中において残された宿題がまだあった。それは今回のグレーゾーンであり、例えば手段安全保障の中においてですね、PKO 活動をする中において、他国の一緒に活動する他国の部隊に対して、自衛隊がもし襲撃をされたときには助けてもらうことになるけれども、逆はないということで果たしていいのか、あるいは NGO の人たちが実際にですね、危険な目に遭っている中において自衛隊が彼らを守ることができなくていいのか、そしてまた何人かの米国の高官からですね、米軍あるいは米国は日本に対して日本を防衛する義務を安保条約5条において果たしていく考えであると。しかし例えば日本を守るために警戒に当たっている米国の艦船がもし襲われた中において近くにいて守ることのできる日本の自衛官がそれを救出しなくて、あるいはまたその艦を守るために何の処置も取らなくてアメリカ国民の日本に対する信頼感、あるいは日本に対して共に日本を守っていこうという意思がついていくかどうか、そのことを真剣に考えてもらいたいと言われたこともありました。だんだん安全保障環境が厳しくなる中においてですね、まさにそうした切れ目のないしっかりとした体制を作ることによって抑止力を強化をし、そして全く隙のない体制を作ることによってですね、日本や地域はより平和と安定した地域となっていく、平和で安定した地域になっていると、そう考えたわけでありまして、今時その意味において閣議決定ができました。私は総理大臣として国民の命を守り平和な暮らしを守るためにさまざまな課題に対して目を背けずに正面から取り組んでいく責任があります。その責任において今回閣議決定を行いました。それではお予定の時間を過ぎましたので、これをもちまして記者会見を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。